はいて毎度1人で巻いてるとね最初に巻いたとことね最後に巻いたとこのねかかり具合の違い襟足なんかほらかかりにくいじゃない基本的にだから襟足から先に巻けようと思うでしょだからそれであれば面倒くさいんだよねだからやっぱり巻きやすい上からどんどん巻いていっちゃうんだけどそんでもってほらこちらのお客様巻き終わってから一息つけてシャンプーしたり まあカットしたりするとね、なんか気持ち的に落ち着かないでしょ、特にシャンプーしてる最中、タイ麻になられるとめんどくさいからね、に液つけなきゃいけない場合だったりね、テストしてかかってなかったりするとね、気持ちが落ち着かないからね、だったらどうせ襟足ね、いつもかかりすぎるからね、ちょっとこういうふうに時間差を置いて、まあ、先にシャンプーやって、まあ、シャンプーもそんな髪の毛多くないから簡単なんだよね、さっさとやってね、でさまあ、カットするのもね、まあ、さっさと切れるからね、いつものお得意様だ、これ2人ともお得意様だからね。 まあこういうふうなやり方できるんだけどねそしてやったらどうかなとまあさすがにね襟足をねシャンプーしてる間放置するそうすると前先に巻いたところがねかかりすぎんじゃねえかと親父バーカと思ってんだろうけど結果言うとね襟足やっぱり強くかかってたね。 これはちょっとねね不思議な現象だよ、ね、やっぱりパン巻きってよくできてるよね最初に巻いたとこと最後に巻いたところの差がないやっぱ襟足ってのはいつも通りね細めで巻いてから強くかかってんだよね取れやすいか取れにくいかって分かんないんだけどね、まあ、最後に仕上げた感じい,いつもと一生かかり具合は <laughs> だから最初に巻いたとこと最後に巻いたとこってあんまり変わらないよねあの襟足ってやっぱり細めで巻くとロレアルの リルシーア,アドバンスのかかかな、でも結構強くかかるんだ,よ、ね足はね、だから逆にあのかかりにくいところから先に巻いてもあんまり変わんないってことやっぱり巻きやすいとこから巻いて巻きにくい襟足は最後に巻いても結局ねあの取りやすいトップっていうのは緩くしかかかんないし何か,なんか,かあんまり強くかかってもらいたくね襟足っていうのはいつでも強くかかるしね。 まあ、パーマの不思議なとこだよねあのかける前にね塗布するんだけどね、まあ、塗布してね、まあ、すぐ巻く場所もあるよねちゃちゃっと足んねえからと思ってパッとかけてねこれですぐ巻くっつの、まあ、そういういい加減なワインディングしてもねそこだけ強くかかるってことはないんだ不思議でねこれは今のパーマ液よくできてるっていうかこう現代の七不思議もう、まあ、科学的になんかあるのかもしんないけど自分の頭の中じゃもう理解できないね。<laughs> とにかくまあ均一にかかるとあやっぱつけ巻きで最初に巻いたところが強くかかるってことはないし最後にかけたところが緩くなることもないしうまくできてるよこれあんまり考えすぎないで適当にやるのが一番だねパーマねだけどお客さんねよくね一人でやってるお店の場合ね最初に巻いたとこと最後に巻いたとこの違いよく言われる場合があるけどこれあんまり関係ない本当に関係ない実験してみるとよくわかるねはいお疲れ様でした。